はい、というわけで今回は寒天デザートです。ニンゴールですね。では、食べてみたいと思います。寒天でできたんですね。うん、まあ冷たくて美味しくてね、なかなかいい、うん、味わいだなと思います。で、こう、うん、なかなかのいい味で、で、このこれなんていうのかな、寒天っていう味が、そ、味があるんだけど、まあそこにこう砂糖を控えめにしたリンゴの味が、さーっとして、これはこれで美味しいんじゃないかなと思うんですね。うん、そんなにしつこくもないし、あのリンゴの甘酸っぱい味っていうか、それがさーっときて、なかなかいける味だなっていう感じです。どうもありがとうございました。